皆さんこんこにちはは田中勝です今回は少し脳の話をしてみたいいと思いますで、まあ、脳がどういう働きをしているかっていう、まあ、細かい話の前に、まあ、そもそも私たちの脳あるいはまあ動物に限らずいろんな生物の中で脳を持っている生き物がなぜ脳を持っているのか、まあ、何のために脳があるのかっていうところについて少し考えてみたいんですね。でまあこの あのテーマを考える上で少し面白い生き物がいるんですね。で、それがホヤっていうあの生き物です。まあ居,居酒屋とかであのおつまみで、まあ、あるいは刺身で出てくる、えー、ような形で見たことがあるかもしれないですけど、まああのホヤはあの脳を考える上で結構面白いんですね。で、まあホヤのその生態、大人になった状態は少しこう丸みを帯びていて。 まあ岩場に固定されてその中でイソギンチャクではないですけど、まあ、ずっとそこに固定された状態であの生きているんですけどこの幼体あるいは妖生の時っていうのは実は泳ぐんですね。でおたまじゃくしのような感じで、まあ、泳いで自分がここで、えー、自分の体を固定しようっていう岩場を見つけるために海の中を泳ぐんですね。で そこにまあいい場所を見つけて体を固定するとその生体になっていく大人になっていくんですけどこのオタマジャクシのようなあの羊体のの時っってていいうはは実は脳を持っているんですねなんですけれども一旦体を固定して生体に変化していく中で自分の脳を消化して吸収してしまうっていう結構不思議な生き物なんですね。 じゃあその幼体の時と生体の時何が違うかっていうと、まあ、動くかかどうかなんですよねで、まあ、そういった視点で見てみると動く生き物っていうのはあのそのどれくらいの,高度,の高度な処理ができるかっていうのは置いといて脳は持ってるんですね。例えば虫でも持ってますし爬虫類でも持ってますし、まあ、みんな動くような生き物っていうのは脳を持ってるんですね。でも反対に うん植物は動かないですけど植物には脳はないですよねもちろん光の方に例えば向かっていくとかそういったあのセンサーに当たるようなものはいろいろもちろんありますけどでもその中枢的な脳って呼ばれるものはないでまあそのホヤもそうで動く必要がなくなった生体の状態ではやはり脳は必要ないんですよねなので脳を失ってしまうでも 海の中を泳いでいる幼体の時には、まあ、その動くために脳が必要であるということを考えると脳ってそもそも何のために必要かっていうと私たちが物理空間の中で運動するあるいは行動するために脳が発達してきた、まあ、進化してきたっていうふうに考えることもできるんですね。でまあ、どううしても脳っていうふうに、 考えると、まあ、人工知能とかあるいは認知科学っていう枠組みだと、まあ、認識するっていう方があの結構強くフォーカスされてしまう、まあ、視覚だったり聴覚だったり、えー、あるいはもう少し高度なあの思考とか推論って呼ばれるような、まあ、そういったあの情報処理に関してあの。 脳が存在ししてているよううに感じてしまうんですけどでもちろんそれは一つの重要な役割なんですけどじゃあそれが最終的に何に結びついているかっていうとやはり動くことあるいは実際に身体を動かして行動し運動していくそして環境の中で生き延びていくっていう、まあ、その生存に関わわってくるわけですよね例えばこう環境の中で自分はどこにいるのかあるいは環境がどんな空間になっているのか。 どんなものが空間にあるのかっていうのを認識したりであるとかあるいは食べ物を見つけけけななきゃいけないわけですよねで、まあ、例えばこの食べ物は食べられるのかとか、まあ、そもそもその食べ物はどこにあるのかであったり、まあ、肉食だったら、まあ、どんな獲物がどこにいるかとかあるいは天敵がどの辺に歩いているかっていうのに気づく必要がある。まあ、それは全部覚とか 認知の,あの役割ですよねでも同時にそれを見つけただけでは不十分で、まあ、そのこう、うん、空間の中で行動していったり、まあ、獲物を見つけたらしっかりその獲物との距離を計算してそこに追いついて捕らえるっていう運動が必要ですし、まあ、逆に天敵を発見した時は天敵、まあ、がどっちに向かってるかっていうのも計算しながら実際に自分が運動してまあ 行動して逃げるっていう必要がありますよね。まあ、そうしないと自分も生存できないし、下の世代に、えー、繋いでいくこともできないっていうことを考えると、やはり認識とか知覚っていうのもそこだけで完結しているわけではなくて、私たちがそれを元にどういう行動をして生存していくかっていうことに関わってくる。なので、まあ、最終的なところはやはり身体をいかに動かして運動していくかっていうところに。 関わってくるんですねで一つ視覚その目からの情報ですねに関して今の話に関連するような脳の働きをあの考えてみたいんですけど、まあ、私たちがこう目からあの光の情報が入ってきて、まあ、網膜で、えー、と電気信号に変わって視神経を通っていくとまず私たちの後頭葉と呼ばれる、まあ、後ろの方ですねに。 あの視覚やと呼ばれるまあ、目から入ってきた情報を主に処理している脳の領域があります。で、まあ、視覚は結構面白くてここから2つの経路に分かれるんですね。で、一つが腹側経路と呼ばれる腹側っていうのはあの腹腹側って書きます。腹側経路と呼ばれる経路をたどって側頭葉、まあ、この横の方ですね。側頭葉の方に情報が入っていく流れがあるんですね。で、こっちの経路は。えー 別の言い方だと w a t ト p a t h w a y 何がそこにあるのかっていうことについての処理経路というふうに呼ばれてます。なので、まあ、オブジェクトを認識するための脳の,あの処理経路なんですね。例えば、まあ、これを見て、まあえっと、椅子であるっていうふうに認識できるあるいは今目の前のスマートフォンだったりパソコンを見て。 まあそれがスマートフォンだったりパソコンだったりと認識できるあるいは部屋の中であるものを見て、まあ、それが何であるかっていうのを認識できるっていうのもこの速度用の方に行く複足経路ワットパスウェイの方の、まあ、情報処理の結果なんですね。逆ににこの上の上方に行く、えっと、今度は 腹側じゃなくてあの背中側であの背側って呼ばれる背側経路の方は頭頂葉の方に情報が行きますでこちらの頭頂葉の方に行く経路はとホエアパスウェイまあどこに関係するようなあの経路なんですねまあその空間的なものに関する情報処理をしています、まあ、例えば空間の中でこの一つ一つのものがどこにあるかであったりあるいは動き どんな速度で動いているかどういう方向に動いているかっていうのを処理しているのもこのの配速経路の方なんですね、まあ、スポーツで言ったら例えばこれがボールであるっていうのを認識しているのはそう速投用の方に行く複速経路ですけど例えばピッチャーがボールを投げてきて、まあ、どういう角度でどれくらいのスピードで来ているかっていうのを認識しているのはこの配速の経路の方なんですね。 で実際に私たちが、えっと、意識的に認識する時にはそういった分離されたものではなくて全てこう統合された一つのゲシュタルトとして認識してるんですけれどもでも脳の中ではそういったいろんな役割分担をしながらいいろんんな要素に関ししてて情報処理をしているんですねでさっきの,あの少し動物の話に戻すと例えばあ,あれは食べ物だとかあれは、まあ、自分の 獲物だとかあるいは天敵だっていうものを認識するっていうのはまさにこっちの配側経路即答用の方でオブジェクトを認識するような方であるのに対して、まあ、それがどこにあるのかあるいはどんな速さで動いているのかっていうのを処理しているのはこちらの配則経路の方になるんですね。で、まあ、今回の文脈で分かるようにどちらもやはり最終的にはそれが私たちの 実際に身体を使った物理的な空間での行動につながっているそしてすべてその生存に関わわってくるわけですよね、まあ、そう考えてみると、まあ、今回は視覚を例にとりましたけどそれ以外の聴覚だったりとか、まあ、嗅覚・味覚あるいはまあ触覚だったりっていうことも含めてすごくこう受動的な外を単に知覚するように見えるもの まあ、そうういいった認知機能っていうのも最終的には私たちが実際に体を動かして物理空間の中で生存していくために役立っているでそこに結びつけて考えてみると今までこう独立してあの認識だったり思考だったりっていうものを捉えてたあのものがまた別の見え方がしてくるんではないかなというふうに思います。で今回はあの運動そのものについて扱わなかったですけれども。 まあ脳の中で私たちの運動に関して重要な役割を果たしているのは今日は出てこなかった前頭葉の部分なんですねでコーチングでは特に前頭前野とかあの聞いたことがあるかもしれないですけど、まあ、前頭前野も含む前頭葉というのが運動にあの深く関わってきますでこの点に関してはあのまた次の動画でお話ししていきたいと思います